ビリオサの起源は日本アニメ、クマの正体は変態でした。 AI チームが作った箇所はどこか、竜砂の惑星との関係、実は前作の主人公がビリオサを見ていました。ハイサイナマステ、こんにちは、サケネコでございます。今回はマッドマックスビリオサが10倍楽しめる考察と解説を爆速早口でお伝えしていきたいと思います。見どころ満載のアクションシーンの作り方や魅力的なキャラクターの構成など、監督インタビューやパンフレットなどに基づいてお話ししていきたいと思います。アクション好きの方も、キャラクターに深く入り込む物語が好きな方もきっと楽しめる内容となっておりますので、ぜひ最後までご視聴ください。企画はアニメから。本作は20年にわたる制作期間があったって皆さんご存知でしたか？当初はテレビシリーズの予定でした。1996年にはフィリーロード怒りのデスロードというタイトルで、現在の映画本編の約 80% のアイデアがすでに出てたということになります。2000年頃にはジョージ・ミラーはハッピーフィートと怒りのデスロードの企画を同時進行で進めていました。ペンギンとデスロードやばいですね、この組み合わせ。その頃に加わった脚本家の、いつも呼んでて噛みそうになるんですけれど、ニコラス・ラソウリスはジョージ・ミラーと学生時代からの付き合いがあり、マッドマックスシリーズの制作にも関わっていました。本作の魅力はどこか懐かしい古典的な映画として楽しめる点が多くあり、長い構想がしっかりと地盤にあるため、ある程度現代風ではなく昔ながらの構成として楽しめる映画になったのはそのためだと思います。さらに面白い話があります。マッドマックス怒りのデスロードと同時に公開されるアニメーション映画としてフィリオサは制作される予定でした。そのため2008年に日本アニメーション監督である前田さんが依頼され、前田さんはオーストラリアでジョージ・ミラーたちと共に脚本を作り、キャラクターデザイン設定などを作業に没頭しました。しかし残念ながらアニメ版は実現に至りませんでした。しかし前田監督がデザインしたキャラクター考案はフィリオサの中でしっかりと受け継がれています。例えばアニメ版の絵コンテから最初の映画の冒頭で10歳のフィリオサが果実をもぎ取るシーンのカット割りが今回の映画と全く同じです。またフィリオサの左腕がもぎちぎれるシーンもアニメ版の絵コンテと全く同じアングルでした。さらにディメントスのクマのぬいぐるみも実はアニメ版から提案されたキャラクターです。2009年のキャラクターデザインからディメントスはクマのぬいぐるみを持つ変質者という設定でした。あの変態が日本誕生なの、マジで変態ジャパンですね。 AI チーム。最近では多くの映像作品に AI 生成が使われており、今回のクレジットには AI チームが記載されていましたが、フィリオサでは使われていたのでしょうか？実はアクションシーンでは AI 描写は一切使ってません。もちろんスタントマンは使ってますが、ほとんどのアクションシーンがリアルで再現されているのは驚きですよね。では AI チームは何に使ってるかっていうと、細部に至る美しさ、つまり情景や背景などを美しく際立たせるためです。これらの細かい部分を人が行うとどうしても非常に時間がかかるため AI に任せていたということです。前作の背景。さて舞台は水と石油をめぐる最終戦争から45年後の世界です。父を失い見渡す限りの砂漠と暴力に支配された荒れ果てた地に君臨する独裁者イモータン・ジョーは、貴重な水源を確保した砦をねじるにしながら周辺地域を恐怖で支配していました。ちなみに前作の主人公マックスなんですけれども、実は映画後半に登場しており、手がちぎれた後に逃げ出すシーンで遠目からフィリオサのことを見ているマックスと V8 インターセプターがあるのが分かります。皆さんは気づきましたでしょうか？本作の世界では一部の男性が特権的な地位を占めており、ウォーボーイズはジョーに認めてもらうために洗脳され、自らの命を疑いなく差し出す状況です。女性は性奴隷として搾取され、出産後は母乳を吸い取られるという狂気的な状況です。そんな世界でもともとは性奴隷として連れてこられたフィリオサは、後に大隊長という地位を築きます。彼女の片腕の義手や坊主頭、類稀な戦闘力という背景が本作のメインとなります。怒りのデスロードの制作が始まる遥か前から全体のストーリーは固められており、すぐに脚本を起こせるほどのものでした。怒りのデスロードでの配役がシャリーズ・セローに決まると、彼女の意見も多く取り入れられ、フィリオサというキャラクターは生き生きとしたものになりました。セローは子供の頃からマッドマックスシリーズの大ファンだったこともあり、本作に対して並々ならぬ情熱を傾けていました。例えばセローはある日ミラに電話して、頭を坊主にしてもっと中性的にするのはどうかと提案し、ミラは即座に素晴らしいね、やってみなさいと答えました。1時間後には頭を丸坊主にした写真が送られてきたという逸話があります。まあ、これ、まあ、ある種情熱的とも捉えられるんですけど、この時点で結構猟奇的というか狂気的な風に感じましたね。素晴らしいね、やってみなさいって、ね、すごいね、面白いですよね。そして頭を丸坊主にした写真が送られてきて、うん、いいねみたいなことをうなずいたんでしょうか。それがね、日常会話になってるっていうのもめちゃくちゃ面白いですね。そんな試行錯誤の末にフィリオサは従来のアクション映画における男主人公をサポートする女性キャラクターという役割から大きく逸脱し、マックスと同等かそれ以上の役割を果たす存在となりました。2人は全力で殴り合い、全力でサポートし合うまでになります。マックスがライフルを譲り受けたフィリオサがマックスの肩を借りて敵を阻止するシーンが特に印象的です。普通ならば映画の終盤で恋仲になることを期待される2人ですが、本作では安っぽいロマンは生まれず、戦友同士のまま幕を閉じます。
抑圧された世界で自分の信念を貫くフィロサは映画の中でも革新的なキャラクターとなっています。次にこの世界観をより深く理解するために場所についてお話ししていきたいと思います。前作ではですね、そこまで多くの場所について話さなかったんですけれども、本作は場所について話すことでより深い映画の楽しみ方ができるかと思いますので、よろしくお願いします。砂が映画の流行り。なぜ砂漠を舞台にするのかというと、荒廃した世界という設定が一つの理由で、核戦争後の世界で全てが砂漠化してしまったという設定だからなのですが、制作陣の視点からも様々な理由があります。砂漠であればどんな派手なアクションもどんな大規模なシーンも簡単に撮影でき、低コストで時間の制約もなく自由に使えるためです。マッドマックス怒りのデスロードでこの点が非常に効果的であることが話題になりました。実際砂漠だけでは面白くないので場面転換はありますが、昔から砂漠のシーンはダイナミックな描写なのに自由に使えて、しかも費用は抑えられるので、いろいろな映画でちょいちょい入ってます。映画監督の間ではどこに砂漠のシーンを盛り込むかで費用は抑えられるかって考えられてきました。マッドマックス怒りのデスロードが砂漠だけの舞台であれだけヒットするのは想定外だったため、じゃあめちゃくちゃ壮大なストーリーで砂漠だけのものを作ればすっげえ儲かるじゃんってなった可能性もあります。そんな砂漠を舞台にした壮大なストーリーを探した結果、見つかったのがデューン砂の惑星です。もうすでに過去に映像化はかなりされているのですが、それでもリメイクしたのは技術が追いつき、砂漠のシーンを盛り込むことで費用を抑えつつ制約なしに様々なシーンを撮ることができるというのも一つの理由だと思います。緑の地。女性が集団で暮らす土地で、作物を生産し家畜も飼育している文化的な場所です。絵を描いているシーンもあり、一定の人口を維持することが可能です。全てが失われた時代において、この土地の存在は絶対に外部に知られてはいけないために、外に出るときは秘密を守るということが鉄の掟とされています。公害をすれば地を確保しなければならないという厳しいルールがあるために、フィリオサと別れるためにそういった話を自分たちの言葉で誓いを立てていたようです。シタデル砦。シタデルは3つの岩でできた塔の集まりで、難攻不落の要塞です。貯水した地下水を汲み上げることができ、3つの塔にはそれぞれ異なる用途があります。第一の塔は主要な施設が密集しており、水耕栽培の庭園や搾乳室、そして最上部には女性たちを管理するバイオームがあります。第二塔、第三の塔は中流階級と労働者階級が住み、彼らは日夜汗を流して働いています。特級階級の者たちが生活できる一方、貧しい人々はホームレス状態で飢餓に苦しんでいます。妹アンジョーはガスタウンやバレットファームと交易を行い、限られた資源で豊かな生活を維持するために三角貿易システムを築いていました。これはマッドマックスサンダードームのアータータウンが元ネタだと思います。バレットファーム。バレットファームはもともと西に位置した廃坑を回収して作られた武器工場です。ここでは武器や診断が製造され、妹アンジョーの指示で他のギャングとの交渉に使われます。当初は元軍人である武器将軍で、かつてはジョーの戦友だったみたいですね。ガスタウン。ガスタウンは放置された石油精製所の周りに作られた町です。金属の高い塀に囲まれており、シタデルからは煙突の黒煙が見えるほどの距離にあります。ここでは主に石油採掘が行われ、車両や機械の製造修理も行われています。絵画の模写など教養の高さが伺えるガスタウンの当初は本作でやられてしまいますが、後に人食い男爵によって管理されています。元ネタはマッドマックスシリーズの重要なステージである石油精製所です。登場人物。では今作の新しい登場人物についてお話ししていきたいと思います。まずはヒロインであり主人公であるフィリオサ役のアニャ・テイラー・ジョイです。もともとアニャ・テイラー・ジョイはマッドマックスの大ファンだったようで、ジョージ・ミラー監督とフェイスタイムでオーディションを受けてみないかと声をかけられた時、非常に緊張していたそうですね。面白い話はいくつかありますが、例えばバイクに上手に乗れるか、自分でスタントをやる意思があるかなどの質問を受けたといいます。実はアニャ・テイラー・ジョイは運転免許を持ってなかったんですよね。ドリフト駐車はできても王列駐車や高速道路の運転はできなかったとのことです。この映画がきっかけで運転を始めることになりました。アニャ・テイラー・ジョイはできることは自分でやりたいということで、スタントのトレーニングや運転のトレーニングを始めました。彼女はバイクの乗り方を習い、練習するバイクのサイズを 150cc から 450cc に変えたことで車の運転も楽になったと話しています。あとにアニャ・テイラー・ジョイはオータンクでの大アクションについて多くを振り返っており、フィリオサというキャラクターを掘り下げています。彼女が男の子の格好をしてウォータンクの製造を手伝っていたのは目立たないようにするためでした。彼女の目的は生き延びて自分の約束を果たすことでした。ジョージ・ミラー監督はそのエピソードを非常に重要視しており、9ヶ月以上かけて撮影したという事実もあります。このウォータンクのアクションシーンはこの映画の非常に重要な部分で、試行錯誤を重ねて完成した15分の大アクションです。つまり9ヶ月をギュッと15分に圧縮してるんですよね。やばくないですかこれ。 CG を一切使わないアクションシーンであり、何度も何度も繰り返してやっと完成したものですよね。そのため非常に迫力あり月並みな表現ではありますが、この作品を演じるまでのアニャ・テイラー・ジョイの努力は本当に素晴らしいと感じました。
フィリオサを演じる上で難しかったのは、監督がフィリオサは決して感情を表に出さないという明確なビジョンを持っていたことでした。そのためアニャ・テイラー・ジョイは演技者として全てを目で伝えることが重要となりました。感情を全て目で伝えなければならず、一切顔に出さず目だけで表現するというのは役者としても大きな挑戦だったと語っています。もう一度見るときは彼女の目にも注目したいですね。ディメンタス役のクリス・ヘムズワースですよね。彼のことをヒーローとして見てた僕にとってこんな役もこなせるかと非常に驚きました。その時クリス・ヘムズワースとジョージ・ミラー監督が話していた内容がとても面白くて、ジョージ・ミラー監督の同じことはしないという強い意志を感じたと彼は語っていました。マッドマックスシリーズは個性的な逃亡劇の背景が設定されていますが、その中にはストーリーとめちゃくちゃ熱い魂が込められています。この映画では15年もの年月が盛り込まれており、前作よりも多くの会話が盛り込まれています。ジョージ・ミラーとニコラス・ラソ・ウリスの脚本にはシェイクスピア風のスタイルを感じるとクリス・ヘムズワースは言っています。彼は他のマッドマックスシリーズの中でも対話が多い方だと思い、そのセリフを研究し解釈し準備したと話していました。そうすることでこれまでとは少し違う感覚が生まれたと話しています。ジョージ・ミラーは表情、単語、そして文章を通じてキャラクターたちがどんな人物であるかを美しく描いています。言葉や対話によって多くの洞察が生まれることはとてもワクワクすることなんだとクリス・ヘムズワースはめちゃくちゃ笑顔で話しているんですけれども、ジョージは同じことはやらないんだ、いくら大ヒットしたとしても違うものを求めている彼らにその権利があるんだと答えました。そしてその答えがこの映画なんだと語っています。つまり今回のようにアクションがメインではないのは、そもそもフィリオサの映画だからというわけではなく、監督が意図的に前作と違うものにしたいという思いからフィリオサを作ったのです。皆さんも気づいているかと思いますが、フィリオサの人生劇を描くために説明が多くなるという話は安直で、前の映画といかに違うかを差別的にすることを念頭に置いて意図的に変えているのです。監督はアクションメインの映画にすることもできたかもしれませんが、意図的にセリフを多くすることで差別化を図っています。そのため比較すること自体がナンセンスかもしれません。クリス・ヘムズワースについては正直ずっとマイティ・ソーンのイメージが抜けなかったんですが、あのクマちゃん大好きディメンタス役も結構好きです。もっとわけわかんないのがバイクですよね。皆さん覚えてますか？乗ってるのはチャリオットというバイクなんですけど、3つのバイクを操って動くという仕様です。あのロッテック7気筒の R2800 という飛行機のエンジンを横向きにして BMW の R18 をチャリオットの前に黒い馬みたいに見立てたりとめちゃくちゃの構成ですが、あのチャリオットがめちゃくちゃかっこいいなってバイク好きの僕としては思いました。ちなみにこのバイクもアニメ版の構想からもたらされているもので、前田監督がジョージ・ミラー監督にこの3台のバイクで構成されたチャリオットのアイデアを提案したそうです。3台のバイクのエンジンがヤマハ、カワスキ、ホンダという噂は本当なのかもしれません。トムバーグ、あと僕の中で今回めちゃくちゃいい味が出てたのがトムバーグですよね。トムバーグは警護隊長のジャックに出演してるんですけども、皆さんご存知ですかね。僕は彼の顔がちょっとアジア系で親しみがある感じで好きなんですけれども、実は黒澤明監督の名作生きるをリメイクした映画リビングにも出演してるんですよね。ちょっとこのトムバーグの話を掘り下げるんですけれども、ジャックは妹誕生の護衛隊長ですが、主に役割はバレットファームとガスタウンを結ぶウォータンクの運転なんですよね。それで実際は妹誕生の警護隊長なんですけども、実はそこまで妹誕生を慕ってるわけじゃない。つまりなんでそういうことができるかっていうと、実際の彼の仕事ってバレットファームとガスタウンを結ぶ運び屋なんですよ。つまり運び屋だからこそ妹誕生の洗脳をあまり受けづらい環境にあった、外の世界にもいつもさらされてたっていうのが彼の人生観というのが哲学的な思想を大きく変えたんだと思います。だからこそ外の世界を知ることで、この世界はちょっとおかしい、支配的だっていうことが分かっていたからこそ、フィリオサを手助けすることにもなったと思います。彼がそもそもやりたいことって何なのかっていうところをいくつか考えてみたんですけれども、結局は生き延びることが大切なことだと考えているようです。もうずっと生き抜くことしか彼は考えていないんですよね。特攻なんてもってのほか。ジャックはフィリオサに理想の場所が存在しないって言ってるんですよ。でも最後まで生き抜いたら約束の地にたどり着けるかもしれないと話してるんですけれども、これ実は自分にも言い聞かせているんじゃないかって思うんですよね。つまり自分自身もあのいいところなんてどこもないけれど、生き続けることで理想の地にたどり着けるんじゃないかっていうことをフィリオサに話してるんじゃないかなと思いました。結局ですね、カットされているみたいなんですけれども、ディメンタスの罰によってひどいありさまで死んでしまうのは本当に残念で仕方ありません。ディメンタス許すまじ。アクション、この映画のアクションは見どころ満載でまさに圧巻です。特に57分間アナ・テイラー・ジョイが登場しない間は、観客は妹誕生とディメンタスの政治的な企みを見ることになりますが、ここではフィリオサの成長過程や背景をじっくりと描かれています。そのためこの間はアクションシーンは少ないですが、空腹が最高のスパイスだとでも監督が言ってるかのように、57分目以降のアニャ・テイラー・ジョイが登場してからどぎも抜かれるアクションの連続で、これぞまさにマッドマックスという展開を多くの人が感じたのではないでしょうか。アクションシーンについてですが、二輪車や四輪車のアクションのこだわりがすごいです。
ディメンタスはバイカー軍団を率いる役割を持っているため大勢のキャストとスタントマンが必要でした。安全性の確保も重要で、80キロから110キロのスピードでバイクを操るスタントマンが何度も横転しながら無償で演技するというシーンを再現しています。これどういう風にやるかというと、役者が走るシーンと走っておらず転倒だけするシーンをうまく合成しているため、スタントマンは安全にパフォーマンスを行うことができました。あとはマッドマックスシリーズの魅力の一つは、全ての映像が実際に起こった現象を撮影しているということです。タンクローリーが落下したり、ドライバーが押し潰されて車から飛び移るシーンにデジタルキャラクターは使われていません。全てのスタントは実際にスタントマンが行っています。例えば時速110キロ走るバイクが転倒するシーンでは、スタントマンをクレーンで吊り上げて安全性を確保しながら同じ効果を得ています。大規模なステージでスタントマンのクラッシュをキャプチャーし、リアルな映像を作り出しています。特に重要なシーンとして密航者と呼ばれるシーンがあります。フィリオサと警護隊長ジャックが互いに認識し合うシーンで、物語の中でも非常に重要です。このシーンはアメリカとオーストラリアのシドニーで撮影されました。まず絵コンテを作成し、CG アニメーションによるブラッシュアップを重ねて、アクションシーンを一つ一つ積み重ねていきました。具体的にアクションシーンを一つのシーンとして考え、動きをデザインし、キャラクターがその役割を果たしているかどうかを確認しながら作成しました。そして最後にどのような撮影をするかを決定しました。密航者全体を神の視点カメラを使って俯瞰で見ることができ、一連のアクションをワンテイクで撮影することもありました。ストーリー作りの道具としてアクションを活用し、キャラクターの動きや物語にどのような影響を与えるかを考えました。前作マッドマックスの怒りのデスロードでも象徴的だったように、アクションには脚本がついており、アクションシーンで何を物語るかを体で見せるセリフとして強く感じました。今回の作品ではフィリオサをメインに据えているため、やり取りや説明が多く含まれていますが、これは必要な部分だと感じます。前作のようにアクションだけで物語全てを説明する手法とは異なりますが、今回の作品もまた一つの傑作と言えるでしょう。監督が遥かな高みに進んだというふうにも感じられます。監督の言葉、まず監督とアナ・テイラ・ジョイの出会いについて話していきます。監督は映画ウィッチで幼いアナ・テイラ・ジョイを見て彼女に強く惹かれたそうです。そして彼女が今回の役割にぴったりだと思い、ジョージ・ミラー監督は彼女は素晴らしいと感じ、ぜひマッドマックスのフィリオサ役のオーディションをしてほしいと話しました。次にディメンタスとクリス・ヘムスワーズについて話していきます。ディメンタスは様々な文化の歴史上の人物をモデルにしたリーダーで、多くの文明を征服し資源を吸い尽くそうとする役です。これは歴史を通して繰り返されてきたことで、ナポレオンやエスカンダルの征服などがその例です。クリス・ヘムズワースは自分でスタントをこなし、プライベートでもモーターバイクに乗ってサーフィンをするなど、この役にぴったりでした。ちょっと面白い話が、マッドマックスのスタントをしていたデール・ベンチがワンダードッグの写真を見せてくれて、その写真の中にいたのがなんとヘムズワース、クリスの父親だったっていうことですね。これ結構面白いマッドマックスのつながりですよね。監督もこれクリスのお父さんじゃんってめちゃんこ驚いてたんですよね。トム・バーグが演じる警護隊長ジャックについて監督はこう話しています。ジャックは荒れ果てた地の支配階層の上位にいる人物で、その頂点に立つのが妹アンジョーです。ジャックはフィリオサを絶対的な強制から解放するために彼女が故郷へ戻るのに協力します。彼自身が物語の中で指摘するように、彼は古典的な戦士であり熟練した戦士です。彼の両親は世界の崩落を目の当たりにしながらも戦うことへの正義の信念を持ち続けました。監督はマッドマックス怒りのデスロードのアクションとは異なる親近感のあるアクションを目指したと話しています。前作と全く同じものを作らず親近感を持たせることは難しいですが、今回は車とバイクを使ったアクションに重点を置いています。特にバイクを使った細かな動きや描写に慎重に取り組んだようです。前半部分はディメンタスの駆け引きが中心で、子供たちも特に何かを喋るわけではありません。しかしそれはフィリオサを語る上で厳密にしすぎて良いほど細かな描写が必要であり、それがあるからこそマッドマックス全体を底上げして楽しませてくれたのだと思います。ジョージ・ミラー監督の新たな境地を感じることができました。私の望みとしては、一度マッドマックスシリーズを見た記憶を全部なくして、時系列中にもう一度見ることでより一層楽しめるのではないかと感じています。皆さんはどう思いますか？ぜひ感想コメントお待ちしております。酒猫チャンネルではこれからもマッドマックスシリーズを考察解説していきますし、他の映画も紹介していきますので、ぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、映画の世界でまたお会いしましょう。おつ猫様でした。バイバイ。